こんにちはまあ信用っていうのは責任転嫁なのかもしれませんよね信じていたのに裏切られたとか言ってねいや信じたお前が悪かったんだろうっていう感じですよだから何を信じるか何を信じないかは常に自分の内側にあってこの雑誌に載ってたから信用できる信用できたはずなのに裏切られた国が言ったから確かだと思ったら裏切られた通用しないですよね まあ、いろんな事情でその時点での約束っていうのは時間が経つに従っていろいろ条件が変わってくるんですよ。えー、例えば非核三原則っていうのがあります私たちは唯一の被爆国として核兵器をね廃絶したいという思いにものすごく強く駆られてますけどもでも時代が変わりなんかね気が付いたら北朝鮮からミサイル飛んでくる時代になったんですよ。で日本海に漂着飛翔体が漂着とかね それから今にも核戦争が起きそうなそんな国もあるどうなんですかねじゃあ我が国も時代が変わったんで主張を変えてね核武装しましょうかってなってもしょうがないんじゃないですかね私たちは戦争を放棄しますとか言ってもよその国が戦争を放棄してないんだったら私たちが放棄した戦争に巻き込まれることもあるわけですよそうなると じゃあ防衛のための力が持っとかないとなということにもなるかもしれませんね。さあそれでね、無駄が必要だってことなんですけども、考えてみれば人生って生まれてから死ぬまで無駄の連続なんですよね。でも大事なことは、無駄を無駄にしないのか、それとも無駄をそのまま無駄にしているのかによって、無駄が持っている潜在的な価値が顕在化されるのか、それとも本当に無駄のままなのかってことが変わってくるんじゃないかなと思いますよ。 あとね、結果的に無駄だったっていうのもありますよね。おいしいお寿司を食べたけどもお腹を壊して元もともこもなかったとかね。高いシャンペーンをキャバクラに飲みに行ったけども次の日に全部出ちゃったみたいなね。まあ、お酒って全部出ますからね。無駄といえば無駄ですよね。だからやっぱこう他者から見たらどんなに無駄でも本人が無駄を感じなければ。 それはとても有益なものだったと。そして願わくば自分一人で有益だと思ったものを他者から見て無駄だと思えるもの、これにぶつけることによって人の無駄という感情をね無駄じゃなかったんだというふうに変えられたらもっといいかなと思うんですよ。ネットビジネスは詐欺。確かにそう思われているかもしれませんけども詐欺だと思って始めた人がいや飛び込んでよかったっていうふうに。 その人の人現実が変わるってことも十分ありますからね、まあ、その変化こそが人類を人類たらしめてるんじゃないかなと思います今日まで違うと思ったものがあれもしかしたらこの小さな気づきがですね人間の進化につながるんじゃないかなと思いますよねじゃあ今日もいろんなことにね気づいていきましょう先入観で NG と思ってたものが実は OK 手話だったってものにね変えられるようにいってらっしゃい